よかった近くに T シャツ売ってて。うわ綺麗だな。お台場か、初めて来たな。じゃあホテルに戻ろっか。なんだこれ、夜のお台場ってこんななのか。スミちゃんも異常に顔真っ赤だし。なんでスミちゃん、なんでな、何スミちゃん、どうかした、もう帰る。まさかお台場に連れてきたのも意味が。おもてなししたくて。でも意識しないわけには。お誕生日おめでとう。ありがとう、開けていい。サマーニット帽子おっしゃれ。エロい妄想してごめんすみちゃん。